F0 は部屋を明るくしてテレビから離れてみてくれたまえ。50年前からレーサーやってんだ。ごめんごめん、はるか。もうすぐ、あれ。
切れちゃった。ま、いいか。巡回中の全車に告ぐ。巡回中の全車に告ぐ。ブルックリン方面に向かって逃走中。ゾーダだと？あいつが？来やがったな、マシンデカめ。恨みはたっぷりと晴らしてやるぜ。いいぞ、ついてこい。50年前の男を蘇らせるなんて、断りもなくそんな勝手なことを。困るよ。やあ、ジョディ。どう、ドクター。自信あって？見ての通り、かなりの損傷だ。果たして蘇るかな。ドクターの腕ならね。上に何と説明したらいいの？始末書で済むかな。僕の方がコールドスリープされたいよ。この男の代わりに入りますか。あと50年はゆっくり眠れますよ。パス。ここで負けたら何のために蘇ったか分かんねえからな。これは君がコールドスリープされた時の所持品だよ。こっちが新しい君の制服だ。私は銀河警察高機動小隊長ジョディ・サマーです。リュウ・スザク、君は今日から私の下で働いてもらうことになる。体の異常は？別に。違う。君の着るのはこっちの服だよ。リュウ、どこへ行く？約束があるんだ。これは、ここは一体？やっと認識したようね。昔ニューヨーク、今はミュートシティ。2201年よ。君のいたのは2051年。すでに150年が経過していることになる。その間、俺は眠ってたのか？
モーニングコールのタイマー忘れたんじゃねえか。彼はメンバーのジャック・レヴィーよ。よろしく。ジャック、リュウにここの内部を案内してあげたまえ。え、俺がかよ。そんな、な、そんなバカな。できた完成じゃ。お前さんは？キーは？キー？え？これ。マシンウェイト1850、加速性能は断トツだ。ところであんたは？いかん、やめろ。おい、それに乗るのは10年、いやいや、150年早いんだよ。行きやがった。どうやら150年眠ってたってのは本当らしいや。なんだこいつ、パワーを上げるにゃどうするんだ。わかってるよ。あった。ハルカ、遅れちゃってごめんなさいね。どうしてここが。昔の男が懐かしがるところといえば他にねえだろう。いい女だったか。怒んなよ。ちょっとからかっただけじゃねえが。女の一人や二人諦めろよ。俺なんかモテすぎて困ってんだよね。高機動招待とか言ってたが、やる気になったのか。どうせ吐きだめみたいなところだろう。お前なんかがいるんじゃ。当たり。レースだよ、レース。レース。俺についてきな。いいところに案内してやる。お前の歓迎会さ。よし、順番ね、順番。俺は帰る。いいじゃねえか。何も俺がモテるからって。ま、一
人くらいなら合わせてやらねえでも。いい加減にしてくれ。150年も寝かしといたらワインなら極上なのによ。おい待てったら、せっかく連れてきてやったのに人の親切無駄にしやがってよ。誰も頼んじゃいない。偉そうな口聞くじゃねえか。ろくな掃除もできねえくせにレースなんて無理無理。なんだと？これでもトップレーサーの端くれだったんだ。だったら勝負してやろうじゃねえか。てめえが負けたらそのドラゴンバードは俺がいただくからな。そっちこそ開けて泣くなよ。スタートラインを越えたらスプリントレースだ。いいな。おどうも死ぬなよ。初めてのコースに初めてのマシンだ。勝負はまだ。何言ってやがる。150年前の夢見てんじゃねえよ。早いとこコールドスリープに戻んな。それがおめえのためだ。くそ。緊急指令が出た。ゾーダ一味が現れた。全力で一人残らず奴らを撃滅する。竜はどうした？ビビって逃げ出したんじゃねえの？ジャック、彼に何かしたのかね？社会復帰させてやっただけさ。あの野郎は使い物にはなんねえよ。ドラゴンバードには俺が乗せてもらうぜ。そうはさせない。あのマシンには俺が乗る。誰にも渡さない。おいおい、そりゃないぜ、約束が。頼む。そんなに言うなら、まあいいか。出動。こうして俺はこの時代に生きることになったんだ。
らはゾーダの手下よ。了解。やられるかよ。簡単には勝たせてくれねえか。行け。だったらまともに走れんだよ。るせえな。けどこの F0 マシンってやつ半端じゃねえ。ったくしょうがねえな。じゃあこのジャック様が丁寧に教えてやるからありがたく思え。おい、どこ行くんだ。シャトルバスが襲われてる。助けなきゃ。レースどうするんだ。バカ野郎、ほっとけるかよ。次回 F0 ファルコン伝説、キャプテンファルコン、君の心にブーストファイヤー。今日の F0 ファルコン伝説は面白かったかな。ここは F0 のいろんなことについて勉強するコーナーだよ。今日は F0 レースについてだ。このレースは全銀河系規模で開催される宇宙最高のビッグレースなんだ。え、20世紀にもあったってそんなもん目じゃないよ。なんといっても優勝者はこの宇宙のスーパースターなんだ。しかしゾーダたち悪者が狙っているのはレースの賞金の方。 F0 レースの優勝賞金はすごく高額だからね。だから竜たちは賞金を渡さないためにもレースで勝たなければならないんだ。え、ところで私は誰かって今日はこの辺でごきげんよう。